よく YouTube どうもなきです。さて今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。でまた今日もお題いただいていくつかあるんですが、今日は彼ですね、ウィンズの立花啓太くんですね。僕と本当ためですね、年齢的には本当に同い年のお金で、僕本当に中学生の時に出てきた時、中 3?20年ぐらい前、ものすごいびっくりした記憶があります。うますぎて、かっこよすぎて。で、彼のヘアスタイルをいくつかやらせていただこうかなと思います。まずこれからなんですけど、この時期に関してはどちらでもいけるんですよね。2セクションでもいけるし、普通に切ってもいける、刈り上げないでもいける、だけど、まあ、こう収まりよくするにはやっぱ刈り上げた方がいいかな。2パターンあって、まず、この耳上 1-2cm ぐらいのところのライン、このライン、このラインと、まあ、耳後ろぐらいまでを刈って、で上からかぶせる、もう耳ラインでかぶせて横は切ってもらって、で後ろそのままボンドクボぐらいまでラインを作ったり、で下は刈り上げて上とつなげてあげる、後ろはつなげてあげる感じで、マッシュで上を作ってあげる、で段をつけて軽さを出してあげて、あとは染めてあげるっていうのが、まあ一つのパターンではあると思うんですよ。で、後ろも刈り上げて2セクションにしたいんであれば、そのラインのまま横は 1-2cm、 上ね、耳上 1-2cm ぐらいのところ刈って、ボンドクボで刈って上からかぶせてあげるっていうのが、まあ2パターン目ですよね。そのパターンでどちらかでいけると思います。刈り上げないであれば、3パターン目としては、刈り上げずにこう耳周りギリギリで切って、ボンドクボまで行くんだけども、襟足をまあ刈り上げずにちょっと甘めに切ってあげる、この後ろのところを刈り上げるか甘めに切ってあげるか、どちらかでいいと思います、でもマッシュベースでこう目にかかる程度で、ね、作ってあげて、上を段を軽くつけてあげて、横の部分も段つけてあげてもいいけども、あんまり動かしはしなくて量を減らす感じでもいいと思います。で、顔ちっちゃかったりとかすれば全然いいんですけど、まあ、ショートヘアでもそうですし、こう刈り上げる時に僕とかはおむながなのであれなんですけど、この襟足のところ、これ僕後ろ見えるかな、これ見える、結構僕この辺を生えてるんですよ、本当は生えてるんですけど、そこ反って結構ギリギリまで詰めてるんですよ、これ。で、こうするとやっぱおむながな人っていうのはここをちょっと詰める、5mm とか 1cm、 この刈り上げの部分で、この産毛のところね、襟足のところちょっと反ってあげることによって、横から見た時にこうキュッと詰まりやすいっていうのもあるので、そこも短くする人はちょっとこうここの辺も反ってあげて、ちょっと短くしてあげてもいいかもしれないです。で、ちょっと伸びてくると嫌なんだよねっていう人は、まあ、ちょっと伸びてきたら、まあ1000円カットでもいいんだけども、この辺だけちょっと短くしてくださいだったりとか、まあトリマーとかって結構ちっちゃいのでも安く買えたりするので、そういうのでちょっと個人的にここだけちょっと鏡、合わせ鏡とかで剃ってあげて調節してあげても、ちょっと持ちが良くなったりとかはするっていうのが一つありますね。マッシュでもこういうショートでもそうですけど、でこの時なんかはちょっと長め、中刈り上げて2セクションで切ってますね。で、まあボブベースっていうか、感じでちょっと前髪長めな感じで作ってるんですけど、まあ、刈り上げはねしっかり刈り上げていいと思います。これはこのこめかみの部分から鉢を通ってボンドコまではもう6mm とかそので短く刈ってあげて、で上だけボブベースっぽく切るんだけども、まっすぐボブベースっぽく切るんじゃなくて、耳上を中心にこうね、この写真もこう下がってるから、すごい極端に前下がってる感じがするんですけども、ま、ほんとライン的にこの耳上からここの頬のラインまでの前下がりだと考えてもらっていいです。この頬のライン、なんか極端に前下がりにするんじゃなくて、耳と頬骨をつなぐラインで前下がりで切ってます。で、耳からボンドクボ上とかボンドクボぐらいまでちょっと下がる程度、そう、ここの耳上線に前下がりか後ろ下がりかでこうバランスを取ってあげて、で、まあ、七三とかで分けるんであれば七三で分けてちょっと段を 2-3 センチぐらいつけてもらって、まあ、パーマ巻くなり
コテとか、うん、それとアイロンというよりもコテとかでくるっと巻いて柔らかくするのでもいいと思います、うん、コテよりもパーマでちょっと動かした方がいいと思いますけどね、これぐらいだったら。で、まあこれはどうなんだろうね、根元暗いから金髪だとどこも全部買っちゃってるのかもしれないし、まあ、染めるんであれば根元外してちょっと茶髪に染めてあげて明るめの、うん、ブリーチしなくてもいいと思うんですけど明るめに染めてあげれば全然問題なくいけるんじゃないかな、うん、これもやりやすいヘアスタイルの一つではあると思います、うん、で短い、一番多分これが一番短い時なんじゃないかな、一番短い時は本当にさっき1枚目のマッシュをぐっともっと短くしたような感じのパターンですね、マッシュベースの、うん、この時も若干甘めにツーセクションになってると思うんですよ、僕これ多分髪質的にはそんなにピンピンはこう強くなくて柔らかいような髪質なのでツーセクションでもここが落ち着きやすい、またジェルとかでセットしてるっていうのもあるけども頭ちっちゃくて顔小さいっていうのもあると思いますけど、うん、これおでこが狭い人でも広い人のバランスは取りやすいと思います、うん、おでこ広い人の方がどちらかというとこんだけ短いとバランスは取れやすいかなと思うんですけど、刈り上げの位置はもうこめかみ8本の部分で刈ってあげて上からこの8の部分のよりもちょっとこう長くなるように残してあげて、もうライン上でマッシュベースで、マッシュベースっていうかね、ワンあのまっすぐ切ってもらって後ろもボンド部分ぐらいまでつなげるような感じで切ってもらって、前髪のところはねこうまっすぐになりすぎちゃうと本当に、ま、なんていうのパツンってなっちゃうので前髪だけはちょっとこうランダムに写真みたいな感じで切ってもらった方がバランスは取れやすいかなと思いますね。あとはもう普通にショートっぽく上も短くして切ってあげればいいですけど、結構ツヤっぽいような仕上がりなので、ワックスっていうのもジェルだったりとかグリースだったりとか、うん、でこういう線っぽいのって結構セット剤をつけた後とかにこういう美容師さんが使 こうブラシというかコームみたいなのがあるんですよ。あの100均とかでも売ってるんですけど、ああいうのでちょっと前髪のとこだけこうちょっと線っぽくこうあれでこうセットすると線っぽくなるので、ああいうのでこうサッサッサッとこうちょっとセットしてあげて上だけちょっと手で立たせてあげたりとかすると、まあ、僕のこれがこうペタってなって、うん、金髪に金髪が明るく染めるとまあ髪型的には近いと思います。うん、でも僕はこんなペタンとはできないですね。やっぱ柔らかい髪型、柔らかい顔だったりとかバランスじゃないとちょっと難しいかなとは思いますけど、うん、昔はこういうウルフっぽいような感じがあったんですよね。これちょっと前、前かな、うん、だとは思うんですけども、この時なんかはもうシンプルな前髪ちょっとアシンメトリーにしたウルフ、ショートウルフみたいな感じだと思います。まあこれのポイントとしては本当に横を短くするっていうのがポイントなんですよね。やっぱり横のこのこめかみ、8で耳後ろぐらいまでこの横の部分は短めに切ってもらって、でそこから後ろ分の部分ぐらいまでは重さは同じんだけども、襟足だけじゃちょっと長めに前から見た時に出るような感じでね伸ばしてあげて、まあ本当に上はショートで全然短く切ってもらって、横に合わせるような感じで短く切って、で前髪部分だけちょっと足目に切ってあげる。この時ももう僕よく言ってるんですけども、自分のお顔でどちらがはっきりしてる、例えば二重一重とかってあると思うんですけど、まあ両方二重とかね、あれいろいろとあると思うんですけど、写真写りとか自分がちょっと好きな方のバランスを見せたいと思うので、例えばこっち側がこっちか、うん、どっちでもいいんだけども、例えばこの右側が好きだ、自分的に好きだって言ったらちょっとこっちにアシンメトリーにするとか、こっち側が好きだっていう人はこっち側にアシンメトリーにするとか、そういうのでバランスを取ってあげるとより自分のお顔の顔出しだったりとかバランス的には好きなようになるんじゃないかなと思います。うん、やっぱりこれもおもなかには見えやすいので、まあ襟足の長さをどうするかとか前髪の長さをどうするかとかによってバランスは変わってくると思うので、そこはビューさんと相談が必要なんじゃないかなと思います。でこの時なんかはそうだね、さっきの七三分けで分けてた髪の毛がちょっと落ち着いてるような感じがね、こうだからあんまりこうパーマっていうのもコツなのかな、本人は
なのかもしれないですけど、この時も2セクションで切ってて、そうですね、こめかみ8、ボンドグボイ、がっつり6ミリ、3ミリぐらいで買って、で、マッシュベースに切ってますけど、先ほど言ったようにこうマッシュベースですけど、こう、前は、頬骨はでもちょっと短いぐらいなのかな、これは。うん。目尻と頬骨のちょっと間ぐらい。あまり前下がりのラインをきつくしすぎないような感じで、後ろもボンドグボちょっと上ぐらいまで、結構上まで来てますね。で残してあげて、まあ、段を少しつけてあげて、うん、64とかで分けてるのかな、64ぐらいで分けてシンプルにセットしないでノーセットみたいな感じであると、このぐらい爽やかな感じにはなりやすいっていうのはあります。うん、なので、まあ、女がでも丸顔でもこれぐらいだったら似合いやすいかな。うん、あとは動かしとかの好みっていうのは、ストレートアイロンでうねうねするか、あとはコテでこうくるくるするかとかっていうのは好みに合わせてやってもらえれば一番いいかなとは思います。でこの時なんかは、いろんなカットのやり方があるんですね、これは。うん、これはいろんなカットのやり方があるので、一概にどれとは言えないですけど、簡単にやるんであれば、ちょっと緩い2セクションみたいな感じで切るといいかな。切ってもらうといいかな。このこめかみちょっと上ぐらい。うん、外人ラインでもちょっと下ぐらいな感じ。から、まあ、8上ぐらいを通って。で、まあ、ボンのくぼぐらいまででいいです。ボンのくぼ上ぐらいまでを下の部分として、そこを、まあ、耳かからないような感じ、ちょっと少しかかるかかからないぐらいな感じで、ちょっと丸みを帯びた、ちょっと長めに重さを残したショートで切ってもらって、で、襟足もギリギリまで切ってもらって、ボンのくぼぐらいまでね、こう頭の丸みがこう来るような感じでこう切ってもらって、そう、切ってもらって、ショートをまず下に作ってもらう。うん、ここ、こめかみ上、8、まあ、下手したらここ、真横まで取ってもらってもいいと思います。真横まで取ってもらって、ボンの幅に丸みが出るような感じで切ってもらって。で、襟足はちょっと、まあ、刈り上げまでいかないけど、短めに切ってもらって。で、そうすると上の部分が残ってくるんで、上の部分をちょっと長めに残してあげて、うん、ここの横とはちょっと繋がらないんだけども、少し長めに、2センチぐらいかな。2センチぐらい長めに残してあげて、前髪はこう目にかかる程度の長さで、切ってもらって、うん、で段をちょっと上はつけてもらって、でもうワックスとかで動かす、うん、の方がセットがしやすいんですよ。こう横は抑え気味で、この周りは動かすっていう時に全部同じ長さで切っても別にいいんですけど、動かしやすさっていうのはやっぱりこう髪のズレっていうのが生じてくると一番やりやすいので、この長さを変えてあげるっていうことにすると、やっぱりこういう動きになりやすいっていうのはあります。うん、で、まあ、なので写真だからちょっとこうカラーを変えてるのかもしれないけども、こう動く部分だけに例えば明るくしたりとか、ハイライトをちょっと多めに入れてちょっと動かすポイントを作ってあげたりとかっていうのも全然ありだと思います。ここの後ろの部分は、うん、結構こう丸みを帯びてるので、うん、どちらかというともしかしたらこめかみ8でボンの子までいかずに、こう横でそのまま撮ってもらう、そこから下を全部落ち着かせる髪にしてるかもしれないですね。うん、そこの辺も、うん、ちょっと美容さんとご相談したりとかもでもいいと思うんですけども、ちょっと甘めに2セクションで分けて切ってもらった方が動きやすさは出るかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。